ね、ふゆきくんって。はい、ということで今日はリファの爆食大阪飯、イエイイエイイエイ。このふゆきくんの人形がまさかピコピコ言うやつだったとはね、ちょっと実は知りませんでした。これ覚えてる？これ海苔です。海苔、海苔のボトル、こういうのあったでしょ。ここパカッて開けて、この中ヒュッてすくってピッみたいなね。はい、懐かしいですね。これも大阪ということで、今回は大阪編です。今回は珍しくお菓子系が少なかった気がしますね。基本的に食べ物はなんか茶色かったです。どないやねん。なんかね、その関西弁もなんか一生懸命話してるんですけど、かなり聞きづらいかと思いますが、ぜひ楽しんでいただければなと思っております。はい、ということで皆さんもね、お腹空かせる旅にいってらっしゃい。551の豚まんシュウマイ。はーい、ね、見てこれ、この入れ物、551の専用の蒸し器なんです。これ下にね、水を入れて、肉まん入れてチンするだけ。めちゃくちゃ便利で、で正直551の専用のやつなんだけど、私はなんかお野菜を、冷凍野菜とかを、蒸すのちょっと鍋でやるのめんどくさいなって時はこれでやってます。めっちゃ使います。ということで、大好きな551、いただきます。嬉しい、まさかの551を取り寄せできるなんて超感動。いただきますよ。いただきます。551ってシューマイも美味しいよね。シューマイもいただきます。うん、おいしい。これあん一緒かな、めっちゃ美味しいわ。僕は新幹線の新大阪の駅に行ったら絶対買う。あ、おいしい、おいしいです。たまらんです。うん、これや、これや、ほんま美味しいで。ほんま美味しいねん。むずいんだよな、大阪弁、関西弁。ほんま美味しいねん。ほんま美味しいねん。すっげーねん。美味しいねん。手焼き、イカ焼き。はーい、イカ焼き。見て、こういうパックがね、入ってき、ついてきてたんですよ。だからこれを入れ物にしてみました。お皿にしてみました。ちょっとなんかもう家の中だけど、お祭りに来たみたいな感じ。いますよ。あかーん。これがイカ焼きです。私もね、最初知らなかったんだけど、これ手でいくもんなのかな。あ、待って。あ、じゃあ、待って、ここに説明書があるんだけど、なんか、マヨネーズ、つけても美味しいって書いてあるので、
ちょっと箸取ってくるついでにマヨネーズも取ってきます。取ってきた。いただきます。一回イカだけにね、一回食べたことあるんですけどこれも美味しいかな。あ、あっか、あっか、おいしい。めっちゃイカの香りがすごい美味しいです。イカです。うん、と甘いソースがいいな。うん、私ね、ちゃんと噛むんですよね。私ちゃんと噛むんです。だからちょっと飲み込むの遅いっていうかね、編集でめっちゃカットしてますいただきます。うまっ。うん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 、うまい。マヨネーズとイカがやばい、おいしい。だってイカってもう焼いてマヨネーズでいいもんね。それだけでめっちゃおいしいもんね。めっちゃ合うわ。てかイカとマヨネーズ、改めてこのマッチングやばい。イカ系のものだったら何でもマヨネーズちょっと合わせてみたいな。例えばなんかイカのポテチとかあったら絶対的にマヨネーズ合うと思います。うん、うまっ。マヨネーズ好きにはたまらん。マヨネーズこのかけたバージョンの方が100倍好きです。もう美味しさがめっちゃ際立ってる。うん、いこう。イカがき、あ、頭いただきますって言えばよかった。いただきます。イカを抱きます。今のでバレた気がする。中身めっちゃ軽そうだし。ごちそうさまでした。完食。タコマさん秘伝醤油味たこ焼き、連れてってタコマス、あ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 、もう一回連れてってタコマス、連れてってタコマス、大阪出るとき連れてって、大阪名物言うたらタコマさんのたこ焼き、イエーイ。すごいよこれね。もっとたくさんパッケージに入ってたんですけど半分出しました。全部で14個入ってたんですけど7個食べたいと思います。まず醤油の味がついてるみたいなので醤油味いただきます。あっか、ついに野菜不足になってしまいがちなのでネギいっぱいかけちゃおうかな。残念ながらネギは腐ってました今度はこのタコマサのついてきたソースいただきます。正直私はたこ焼きはね、やっぱりちっちゃい頃からの馴染みってありますよね。ソース派なんです。ふえきくん
私ソースが好きだよやっぱり。あ、でも明石焼きの出汁も好き。いただきます。あ、何回いただきます言うねん。うん、おいしい。なんか2バージョンあったんだよね CM が。何もう一個の方なんか連れてってあげて、なんかねコードは違った。なんだろう、みんなどっちを知ってんだろう。個人的にはなんかちょっと明るめな方が好きです。私が最初に歌ったバージョンね。連れてってたくまさ、連れてってたくまさ、大阪出るとき連れてって、大阪名物言うたらタコマサのたこ焼き、道島ロール。はーい、道島ロールですよ。いやー、これはね、これは大好きですね。でね、これがうちの関東限定かな、果物がフルーツが入ってるバージョンも渡辺さんが、マネージャーの渡辺さん買ってきてくれました。ありがとう。まずはこっちのスタンダードの方いただきたいと思います。美しいですね、美しいですね。どうしようかな。うわ、ちょっと待って、このままクリームが出ちゃう。いっか、一回、あこんな感じでいただきます。うまっ、うん、この生クリームも全然しつこくなくてめっちゃ食べやすいな、最高。道島ロールの生クリームめっちゃ美味しい。今すぐ食べたいけど、これはちょっとせっかくだから絶対に美味しいから明日食べようかな。これ明日にもまた楽しみが、ね、残ってるっていうのが幸せ。あ、お気づきかと思いますが、もうさすがにあのね、私今こうちゃぶ台なんですよ、うちこっちが普段はこれでも、この食べ物を撮影するときってこう高さがないとねうまく収まらないんですよ。だから高さを出すために私がいつも使っているのはこれ、実はイエスアイロン台です。アイロン台ちょうどいいんだもん、高さこことかさ。ちょっとごめんね、フェイキ君ごめんね。ほら、この形アイロン台でしょ。私はアイロン台でいつもご飯を食べています。大阪ナンバー自由軒、お家で食べれる名物カレー。はーい、すごいよ、なにこれ、初めて食べます。いただきます。これはね、後からつけれるソース、ウスターソース、4代目ウスターソース、知らなかった。フィックン、いただきます。食べちゃっていい。あ、すごい、私の顔みたいになるこれ。卵割っちゃう。
なんかパッケージ通りにできた感じですね。いただきます。おいしい、食べやす、あ、おいしい。生卵と合う、うん、おいしい。カレー飯、うん、いいですね。もう混ぜてあってどこ食べてもおいしいみたいな。おいしい、うん。こちら何だと思います？いや、ドテニーヤ。しかもこれどこのだと思う？タコマサのドテニ。こんなのあったんだ。いただきます。うん、おいしい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 。うん、なんか独特の香りがある。お味噌かな、ちょっとなんかあの納豆みたいな発酵された匂いみたいなのがあるんですけど、全然あのいい、全然おいしい、いい香りです。うん、茶色いな。おいしい。自由ちゃんって初めて、せっかくお家でやるんだったら、お肉入れたかったな、ここに。次食べる時はここにアレンジで肉を入れます、私は。豚かな。北海道はカレーがね、結構ね、豚なんですよ。大阪は牛？この4代目いっちゃおうかな。なんかほんと飲み物みたいに喉を通りますね。うわ、どうしよう、ウスターソースいくのちょっと遅かったかな。だいぶ余ってますけど、たっぷり入ってました、ウスターソース。うん、これまた美味しい。ちょっとこう酸味が足されて、だいぶ味変ですね。ちょっと混ぜようかな。また全然違う味になる。おいしい。これも美味しかったな。でかい、ホルモン。ナイスやで。やりよる。松岡製菓、満月ポン。はい。ポン、ポンポンポン。満月ポン。もうこれ、さっき初めて CM 見て、ちょっと知らなかったことをすごく悔しく思いました。めちゃめちゃいい CM でした。満月食べたいと思います。 CM ではねサクッとしてましたけど、あ、美味しそうなの。はい、パンパパパン、満月パン。うん、おいしい。醤油が香ばしい。ちょっと CM みたいなの作ってみようかな。どんなんだったっけ。パン、パパパン、満月パン。今の編集したらできるかな。なんか初めて食べたけどすごい懐かしい、なんか懐かしい風味があるな。なんだろうこれは。
なんか醤油の奥のその小麦粉のところが、なんだろう、なんかすごい懐かしい匂いする。わかった、ミルクせんべいみたいな。ミルクせんべいっていうかあれだね、もう赤ちゃんが食べるあのすごいソフトなせんべいあるじゃないですか、真っ白の、ああいう香りがする。皆さんお腹いっぱいになりましたか？見てるだけでね、結構お腹いっぱいになりますよね、この動画。はい、ということで今回は大阪行ってまいりました。最近ね、私の大親友の三原祐希に話を聞いてびっくりした新事実があります。私一生懸命おいしいねん、すっきゃねんって言ってたじゃないですか。すっきゃねんを参考にプロナンス、その発音をおいしいねんってやってみたんですけど、なんとですね、すっきやねんって言わないらしいんですよ、関西の人は実際。なんやねん。すっきやねんっていうなんかちっちゃいやつが入らないらしくて、これ結構衝撃な事実じゃないですか皆さん。だからすっきやねんってね、大阪の人に言うときちょっと参考にしてください。参考になるのか知んないけど、知らんけどもさ、もうほんと大阪弁、関西弁としてなんかこうもっとフューチャーされていいよなって思います。知らんけどマジで最高だし超使いやすいし、なんかこの動画を撮ってからこう関西弁にチャレンジすることがものすごく楽しくなってしまって、普段からなんか友達になんかちょっと突っ込みたい時とか、なんかどないやねんとかさっきみたいなね、なんかわかんないけどとにかく関西弁を喋りたいみたいな気持ちになっちゃってて、いやなんかこれどうなんだろうね、現地の人からしたらムカつくのかな、ちょっとイラってするのかな。でもすごい楽しいから、なんか関西弁はこれからもね学んでいきたいなと思っています。でも話すの考える時すごい脳を使うから、これ なんて言えばいいんだろうみたいな、トランスレートしなきゃいけないから、なんか英語を話してる時のこの脳のなんか疲れる感じとすごい近い気がしますね。いい脳トレになると思います。皆さんもなんか友達と関西弁縛りとかやってみたらどうでしょうか。ちょっと話はそれちゃったけど、堂島ロールもめっちゃ面白、美味しかったし、あとそうそう、満月ポンがね、CM がめっちゃ面白いので、ぜひ YouTube で見てみてください。はい、なんか関連動画とかで出てきたら面白いけどね。すぐ飛んでいけたらいいな。あとは、そうね、自由軒の、カレーは初めて食べたんだけど、家でせっかく作るんならなんかもっとね具材を入れていっぱいアレンジしたいなと思いました。なんかこうやって作ってるうちにアレンジが楽しくなってきちゃいましたね。大阪大好きやで、ほんま、また行くからな。絶対下手くそじゃん今の、自分で言ってたからわ。そしたら皆さん、ほなまたお会いしましょう。ちょっと北海道編ね、ちょっと待ってて、なんか北海道行って行けた時に撮るのもいいかなってちょっと思ったり考えてます。来週は何になるかな、またなんかよくわかんないやつになるかもしれないです。お楽しみに、ほなまた。